病死用ゼフ・ゲアハルト・ツッカリーにはドイツの植物学者ミュンヘン大学教授フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトと共に日本の植物を研究、報告した。その他メキシコなどの植物についても詳細な研究を行っている。ミュンヘンで生まれたエルランゲン大学で医学を学んだ。ミュンヘンに戻り植物学者フランツ・フォン・シュランクの植物園で働いた。 1823年にバイエルン科学アカデミーの講師、1824年にミュンヘン医学校の教師となった。1826年にミュンヘン大学の林業、農業、植物学の教授となった。1836年にミュンヘン植物園の学芸員になった。1820年からカール・フォン・マルティウスがブラジルで集めた植物や、 フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトが日本で集めた植物の体系的な研究を行った。ツクは植物の学名で命名者を示す場合にヨーゼフ・ゲアハルト・ツッカリーニを示すのに使われる。ウィキメディア・コモンズにはヨーゼフ・ゲアハルト・ツッカリーニに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。